ケアゲ駅は、京都府京都市東山区東小物座町にある、京都市営地下鉄東西線の駅。駅番号は、T09。東山駅と違い、こちらは、京阪京新線時代と同様の駅名。京都市交通局のケアゲ駅としては、京都市電ケアゲ線のケアゲ駅に次ぐ2代目の駅である。また、京阪京新線のケアゲ駅は、現在の地下鉄駅より、 交差点を挟んで西側にあった。駅施設は第3セクターの京都高速鉄道株式会社が建設を担当した。スクリーンドア1番出入り口他の東西線の駅と同様複線島式ホームでスクリーンドアが設置されている。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されており、当駅のステーションカラーはスミレ色である。地下4層にホームがある。 地上への出口は2カ所。駅周辺は風地地区に設定されており、出入り口はレンガ調のタイル仕上げになっている。1日平均乗車人員と1日平均乗降人員の水位は下記の通り、京都盆地の東端、東山の山麓に位置する。北西方向は市街地であるが、南東方向には東海道が山を越えていくのみである。 東駅付近から東山駅付近にかけては多くの観光、文京施設などが立地しており、両駅から利用可能の施設も多い。京阪バスの路線が発着する。京都電気鉄道を当線の駅として1907年8月開業、1918年7月市営化、1945年2月休止、1965年7月廃止。 A.B. ソネサトル、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線公営鉄道、私鉄4号京福電気鉄道、英山電鉄、佐賀の観光鉄道、京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、22から23ページ。京都市交通事業白書平成20年度版。 平成25年度版、平成28年度版、平成29年度版、平成30年度版令和元年度版、地下鉄、芝生お客様1日80万人に向けた取り組み状況について、2019年6月17日閲覧。ありがとうございます。